袴田巌さんのやり直し裁判をめぐり、昨日検察は有罪立証する方針を静岡地裁に伝えました。無罪判決がほぼ確実視される中で、検察がそれでも有罪立証に踏み切った理由が見えてきました。皆さん方も、あるいはもう世間の人もですね、みんな袴田さんが無実であるということが分かっていて、にもかかわらずまだね、こうやって長期化をしようとしているというのは、検察は人の、ね、人生を一体何て思ってるのかという、本当に腹立たしい限りですね。検察庁だから、まあ、とんでもないことをするだろうと思っておりました。検察庁の都合でこういう結果が なってると思う、私はね。だから検察庁がやるのはまあ、勝手ですが、まあ、これはしょうがない、しょうがないというか、まあ、裁判で最終的に勝っていくしかないんですよ。姉、秀子さんや弁護団は、検察が有罪立証の方針を示したことに怒りをあらわにしました。袴田巌さんは1966年、現在の静岡市で一家4人が殺害された事件で死刑が言い渡されていましたが、今年3月、東京高裁が再審・裁判のやり直しを決定しました。決定の中で高裁は、犯人のものとされたいわゆる5点の衣類について捏造された可能性が高いと指摘していました。関係者によりますと、検察側はこの3ヶ月間、5点の衣類などについて複数の専門家の意見を聞くなどして、有罪立証するのか、それとも諦めるのか、両パターンを吟味。そして昨日、再審で有罪を立証する方針を静岡地裁に伝えました。5点の衣類を再び袴田さんが犯人である証拠として示す方針です。死刑事件で再審が始まるのは袴田さんで5例目。過去4件はいずれも無罪判決が下されていて、袴田さんの無罪判決もほぼ確実視される中で、検察はなぜ有罪立証に踏み切ったのか。元東京地検特捜部で副部長まで務めた若狭勝弁護士は、古巣の判断についてこう分析します。5点の衣類については捏造ではなかったと、あるいは少なくとも捏造とは認められないというところの落としどころに持っていくための戦略的なものとして、強い有罪立証主張をしていると。若狭さんは、検察が有罪立証に踏み切った理由について、裁判所が捜査機関による捏造の可能性を指摘したためと分析。 JNN の取材に対して、ある関係者は、無罪になる可能性は高いとしても、捏造は承服できない。袴田さんは87歳、姉の秀子さんは90歳。弁護側は早期の無罪判決を求めていますが、審理の長期化は避けられない見通しです。